蚊取り線香とかってさ、なんか夏って感じさせるじゃんか。そういうの冬ってなくない？なんか風情のあるやつなくない？したやま。どうも、プラスピナンバー芸人の荒野隆です。よろしくお願いします。荒野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、わくいさん、いや違うぞ、松井和夫さん、ホーム画面、自チームセーブライズ、無課金上がりでございます。ありがとうございます。見たまっせー。そうだよね、今日はもうね、この選手早く使ってみたかったんですよ。まあサムネイビタイトル見たらわかるよね、この選手です。はい、藤井ちゃんです。ありがとうございます。藤井ちゃんです、藤井ちゃんですっていう感じですね。でもこの藤井ちゃん初ゲットなんですよ。まあ A なんですけど、一応極みにしてきました、トックマックスね。まあ3550のスピリッツがあれば、まあ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 いいんじゃないのっていう、スピリッツも結構高いよねって話ですよね。で、9位が70、まあこれ A ランクで70で、制球スタミナが D ですね。まあ正直制球はきっちりですけど、まあでもこの A ランクの藤井さん、果たしてどうなんだろうっていう、俺参るんじゃねえかなってちょっと思ってるんですよね。まあ一応ね、そのフォースラ、縦スラ、まあこれはもうみんなご存知だよね。そうです、ストレートも何気に速いよっていう156球ね。で、まあ特殊能力が脱三振なんで、まあこれはいらないですかね、 A ランクだったら。でな感じで、ちょっとねこの藤井選手をランク戦とルーム戦で使っていきたいと思っております。まずはちょっとランク戦で使っていって、でまあ1イニングぐらいかな、でルーム戦では先発で投げさせていきたいと思います。ぜひとも最後までご覧ください、よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあやっていきましょう。チーム H さん、チーム H さん、よろしくお願いします。 H だなおい、チーム H、 よろしくお願いします。どんなチームだよ。さあいきます。まずは、まあ、ちょいと、はー、まあ、打って、まあ、藤井さんに楽させてあげてなんてことさ、一番は無課金は伊藤さん、不動の一番ですね。ライトに置いてたんですけども、DH に戻しました。さあ、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 相手の投手、小川さんですね。まあまあまあ、打てるでしょう。なるほど、なるほど。なかなか見ない変化球ですよ。なるほど。はい、ナイス。これ落ちるんだよ。カットボールの変化量が分かんなくてもこう落ちるのが糸井さんなんです。ありがとうございます。はい、お尻叩いたね、ナイス。糸井さんナイス。で、2番に、ね、福留さんおいてます。最強ライトといったら高橋由伸、前田智則、福留康介、間違いないですよね。遅いんだけど、球大会の体、大会の体になってるから、そういえばね、おとといかな、プラチナ無敗で、帰還、生放送ありてましたね。まあ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 、帰還しちゃうよね、大野ちゃんは。無敗で帰還しちゃいましたね、あれですけどね。いきましょう。まあ、これタイピンがついた時のお母さんって結構俺強いんじゃないかなと思って。超タイピンじゃなかった今。あれ、これ超タイピンじゃない？あ、やっぱ超タイピンか。お母さん強いね、使ってみたい、やってみたい一回。よく見極めましたね。小川さんは使ってみて、やってみたいな。さあ行こう、ギータ、まあ、ここは1球待つ。スピカーしたギータ行こうや。3900スピカーで特殊済み、3910行こうよ。 OK ですね、ですね、シュッチュー。うわ、ノリがきち、ノリのスピがきち。もう3800。このフォークマン落ちすぎなんかな。結構フォーク落ちますね。変化量6ぐらいなのかな。はい、ありがとうございます。まあ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 、まあちょっとハイライトでいこうか。藤井さんメインなんでね。センターへ、さあバックホームするか。タッチアップ、サードランナー、サード仕方というのはあるんでしょうか。打ち方という、打ちました。山川ホームに、そうバッティングスタイルなど引っ張った。サードうまくさばいて外れてボール。おほほほほ、ハリーえぐい。高弾道広角はマジえぐいな。さあ藤井さん来ました、新内登場でございます。よろしくお願いします。あ、変化量マネしか、まあまあまあ、でもまあしゃあないか。藤井さんでもね、長径でいいと思うんだよね。
初めて使うんで僕も、めちゃ楽しみですね。まあやっぱりフォースラとタデスラの使い分け、で打ち取っていくっていうのがまあ本来のね、打ち取り方だとは思うんですけど、ちょっと怖いな投げてる方なんか。はい、ショートアップ、ナイス、いいね、いいよ、広角出てるか、広角出てるけど、まあまあ、でも外角でいこうかな。OK、いいな、見えてないね。完全に見えてない、この楽しいな、藤井さん使うの。OK、ナイス。めっちゃ楽しい、藤井さん使うの。こんな楽しいんだ、藤井さん使った人たちまで。めっちゃ羨ましいよ。よっしゃな、集中だな、ここ。オッケー、集中。飛んでくから、ここ縦スラで、ちょっともうボール連発で集中しようぜ。もうボールでいいよ。あかん。あ、ライト、ナイス、ありがとうございます。ナイスゲーム。ちょっとルーム戦でね、先発使っていきたいと思います。さあやっていきましょう。球審球審の方、ツイッターで募集したら球審の方来ましたね。ちょっとこれまあどうなんっていう、まあ、ちょ長距離行こうか。さあまあまあやっていこうやないよ。結局さ、なんだろう、その藤井さんが前ればええよ、球審だとは言えな、参ればええのよ。 OK、 あ、いいね、球審ですよ、相手球審、球審にこのバッティングさせる藤井さん、いいよ。見えてないんかな、やっぱ見えてるやん。って OK、センター取れるよ、ギータ、守備 B、守備適正77、特殊済み、 OK、ナイス。来ると思わせてのもう一回フォースラ、はい、配球勝ち、ありがとうございます。センター、ナイス。さあ、藤井さん、2イニングでいきましょう。まあ、俺的になんか、その、なんだろう、掴んできたなっていうのはあるよ。ほら、掴んできたよ、俺。球審相手にこのピッチングが掴んできてるよ。セットアップ、いやー超消し忘れた今これ、散らかし放題。はい、ショート、ナイス。今来るんです、あれだ、そっけ、いいね、翻弄してるて、おえー、ありがとうございます。2回目失点に抑えました、これはもう最高です、ありがとうございます。あとはもう打つだけ、はい、やりました。